はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2時を回りました。2月13日の日曜日でございまして、まったりとした午後ですね。日が照りません。なんか今日雨降るそうで、雨ちゃうわ、雪降るそうで、ええねん、別にもう雪なんか降らんでも、もうね、まったり行きましょうよ。まったり、こう日が照ってないからね、もう暖房入れてるんですよ。でも暖房入れるとブーって音するでしょ。で、だからね、録画してる間は切ってるんですけどね。この部屋の温度、今17度ぐらいですね。はい。さて、北京五輪やってますけども、20日、つまり1週間後に閉幕をします。まあ、日本選手もね、活躍なさってるそうで、全く興味ない、そっちには全く興味ないんですけど、どういうふうに運営されてるのかということは、私ニュースメディアをね、毎日毎日見て回ってますんでね、なんとなくこう見えてくるんですけども、なんかギクシャクギクシャクしてますね。ザクザクにこんな記事が載ってまして、今日の10時に出た記事でした。北京五輪異常事態で習主席3期目目論みに影、不可解判定続々、選手やメディアの過剰制限、開会式視聴率もピョンチャンから激減という記事で、まあ、ちょっとだけ読んでみましょうか。北京冬季五輪は中盤の日程に入ったが、平和の祭典と呼ばれるほど穏やかではない。不可解な判定の続出や一部選手への中傷、選手やメディアへの過剰制限などマイナス面の花をマイナスの話題は尽きない。中国当局による人権弾圧に対する海外メディアの批判も相次いでおり、開会式は前回冬季五輪よりも視聴率が激減したという、今年秋の共産党大会で異例の3期目を狙う習近平国家主席の威信がかかる大会だが、異様な雰囲気が影を落としている。まあ、まあ、もうこの辺でやめますけども、いわゆるこうショートトラックでのこう不可解な判定、韓国選手はね、えらい、わけわからん判決で、判定で失格になって、一回も勝っていない中国選手が金メダル取るとかね。で、日本人のジャンプの選手はですね、ユニフォームの間違いっていうか、違反で失格になるとかですね、なんかようわからんやんと。で、あのジャンプの失格ってね、あれを失格にしたことによって中国選手が得をしたんかというと、なんかそうでもなさそうな感じですよね。まあ、そのあたりようわからんのですけど、まあそういうね、小ずるいことをやる国というイメージは元からありましたから、それをさらに印象付けてるんかなという感じはしますね。お隣さんも中国もそういうことをやる国というふうに世界的にはイメージされてるはずですけど、それがさらに固まったんかなという感じがしますね。あとね、よろしくないなと思ってるのは、メディアセンターの飯がまずいっていう、まずくて高いというね、これね、バカですね。だってメディアセンターの人たちって、海外からやってきた記者さんたちで、その情報を発信する人たちなんですよ。彼らの印象が悪くなると、北京五輪の印象が悪くなる。超簡単な話やんということですね。だから、安くて美味しいものを提供してですね、まあ少なくとも飯は満足してもらうと。ほんでね、行動制限を非常に受けてるわけですよ。で、メディアの人たちってね、修正としてね、自由に動き回りたいんですよ。何でもかんでもこう出て行ってですね、こう自由に取材をしたいというのがメディアの人たちの本能なんですね。その本能にものすごい抑圧を加えてるんですよ。つまりそのバブルの中しか行ったらあかん、一般の中国人と接触したらあかんという。で、その理由がオミクロンでしょ。のオミクロンは今やデンマークもスウェーデンもイギリスももう対策しないと、特別対策しないという、いわゆる普通の風邪宣言をしてるわけですね、実質的に。で、そのオミクロンを恐れるあまり中国はバブルやってるわけですよ。そうすると今の世界の大きな流れの中でですね、ものすごくトンチンカンなことをやって、そのトンチンカンな政策のために自分たちは行動制限を受けて、おまけにねまずい飯を高い金を払わされて食ってると。これね、いいイメージを残すわけないやん。何をアホなことしてんやろなと思いますね。
行動制限をするんであればね、せめてうまいものを安く食わせるよと。もともと食の大国でしょ、中国っていうのは。それをね、こう感染を恐れるあまりですね、こう空からこうメニューが降りてくるんですが、降りてきたものは機械で調理されたまずいものと。それあかんやんと。だからね、悪評ふんふんですよ、はっきり言うて。はっきり言うて悪評ふんふんで、いい話はほとんど聞こえてこないね。選手村の食事はね、ビュッフェでね、まあそれはある程度美味しいって言ってる、日本選手は少なくとも美味しいって言ってるニュースが来ますけど、韓国選手だけ文句言ってるというニュースが来ますけど、まあ選手村の方はまだマシらしいんですけども、メディアセンターの方が散々みたいですね。ホテルとメディアセンターの間、もうホテル、メディアセンター、競技場の間を行ったり来たりしてるだけであって、飯食うところその3ヶ所しかないわけだね。でそこで散々にまずい飯を高い金で払わされて食わされて、メディアの人間がね、いい印象を持つわけないやん。食い物の恨みはね、怖いんですよ。前にも言いましたけど、アホちゃおうかなと思うんですよ、北京五輪やってる人たちって。もう何を恐れてね、そんなアホなことやってんやろうと。ほんならメディアの人らはね、今はね、北京にいるからね、変なこと書いたらね、帰れへんかもわからんやんと、そういう不自由な、言論不自由な国に来てるわけで、ね、あんまりね、キャンキャン書きませんけども、ほんなら自分の国に帰ったらね、言いたいこと山ほどあるわけですから、ガンガン書くでしょ。ね、どんどんデータも残してるでしょ。いや、これだから北京五輪終わって来週20日ですよね。そっから各国のメディアの方がですね、自国に帰ったらもう言いたい放題になるんちゃうかなと。そんなんね、それ分かってるはずなんですけど、なんでそれができないかというと、みんなそのゼロコロナというね、当局のこう原則を守ろうとしてるわけですよ。で、下手こういうオミクロンがそこからパンデミックでも出てきたらですね、お前がーってそのこう管理、現場の管理責任者が怒られるわけだって。それを恐れるがあまりにですね、こう厳しい制限を課して、各国からやってきたですね、メディアの方々に不自由な、不愉快な、まずい思いをさせてるわけだって。アホやんと。ほんまに。東京五輪がね、半年前にあってですね、日本はゆるゆるいバブルであんなもんね、どんどん広がんでって言われたけど、なんか知らないけど無事終わったやんと。私も不思議でしゃあないんですけどね。いや、もしかしたらね、感染というのはね、普通にその一緒にご飯食べたりね、お酒飲んだりした時には起こらないんかなということさえ感じますよ。小林よしのりさんの説によると、トイレで感染するっていう。だからトイレに行かなければね、感染しないんちゃうみたいぐらいの、そこまでね、考えてしまいますけどね。まあオミクロンはどうか知りませんけどね。で、東京五輪の時はデルタでしたから、デルタはそこまでオミクロンほど感染力が強くない、まあまあいいんですけど。で、もう今やオミクロンはね、普通の風邪扱いなんですよ。欧米ではほぼほぼ普通の風邪扱いなんですね、になりつつあって、もうあと2、3ヶ月もしたら、夏前にはですね、もうほとんどの国がですね、もうええやん、気にせえへんっていう、インフルエンザと一緒やっていう扱いにしてると思うんですよ。まあ日本は無理ですよ。日本はトンマの岸田政権がウニーってやってるし、うち2年の暮れまで行くと思いますけど、まあね、そういうオミクロンを相手にですね、ゼロコロナでバブルってガッツガッツの行動制限してるので、ものすごくトンチンカンな風景に、やり方に見えてしまうと思うんですね、海外の選手、ね、およびその記者団からすると、なんでそんなこうアホなことが行われてるのかって、これ中国が間違ってるからやんとみんな思うわけですよ、メディアの人間。で、中国は異様な国やと。で、そうでなくってもウイグルの人権ジェノサイドがあるわけですね。で、普段言論の自由がないわけですね。もう香港であんなことが起こったわけですね。だからこう異質なストレンジなイメージを持って、北京五輪にやってきたメディアの人たちは国に帰るとですね、それをまた広めるわけですから、結局ね、そう考えれば北京五輪というのは穏やかに大きな事件もなく終わるかもしれませんが、広報と
いう点においてはですね、失敗するんじゃない、失敗になるんちゃうかなと、今もうかなり濃厚に失敗ですね、今現状見てる限りは。あと1週間で挽回できるというふうには思えない、ちっともこう変わってるとも思えないし、今までのやり方を急速に変えるようなことも不可能でしょうし、それ変えるにはですね、やっぱりトップが決断しなあかんわけだって、習近平さんがそんな柔らかい頭をしてるとも思えないし、そもそも現状を把握してるとも思えないですね。ですので、北京五輪というのはですね、こう候補としては、海外への候補としては失敗に終わるんちゃうんかなというふうに濃厚に思いますね。このザクザクのページも貼りません貼りませんのでですね、皆さんそれぞれでこうニュースを探していただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。